今度いつ会えますか。胸でそっと問いかける、素肌合わせた熱い夜も、別れの時は寒すぎて、愛しい人を見送れば、まるで雪を抱いているようで、寂しくて寂しくてこぼれる涙で溶ける雪。夢でもし会えるなら、眠っていたい永遠に、化粧直して待ちわびる、ならない電話悲しくて、一人で過ごすこの胸は、まるで雪に埋もれてるようで、恋しくて恋しくてこぼれる涙で溶ける雪。愛しい人を見送れば、まるで雪を抱いているようで、寂しくて寂しくてこぼれる涙で溶ける雪。まさみのママなメロディー、イエーイ。始まりましたけれども、何のリハーサルもないいきなりのオープニングで、はい、ね、大丈夫でした？もう全然 OK ですよ、ね、あの今日からスタートなんです、これこの番組。あ、本当ですか？おめでとうございます。ありがとうございます。それは知らなかったですね。まさみバンザーバンザー私もよく分かってないんですだからよく分かってないんですけれども、うん、皆さん、あの今日から第3第4第5の月曜日この時間から、まさみの気ままなメロディーということで番組をやらせていただきますので、末永く可愛がっていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます、この番組の提供はイベントハウスメロディさん、安田建設さん、伊豆の総裁さん、平成ロマン企画さんの提供でお送りさせていただきます。ということで、今日は第1回目のまさみの気ままなメロディでございますけれども、素敵な皆様がお集まりでございます。まずはですね、もうこの番組多分もうずっといるんだと思います、高山玲奈さんです。イエーイ、よろしくお願いします。あのずっと末永く、あ、そうですね、多分あの、はい、毎週ゲストっていうことで毎週ゲストで、毎週ゲストっていう形の
一緒にやるっていう、わかりました、タイプだと思います。はい、私もよくわかんないんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして、素敵な第1回目のゲストの方をご紹介したいと思います。まずは私のお隣でございます、身長が高くてイケメンですと言ってくれと言われました大見和也さんです。大見和也です。身長が高くてイケメンです。はい、はい、よく言われております。目がちょっとこんな感じになります、はい、ね、よろしくお願いいたします。そしてもう一方、素敵な女性でございます、朝風ココアさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ありがとうございます。ココアさんと私は初めましてですよね。初めましてです。はい、ね、ね、ぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな素敵な方と、この素敵な声で嬉しいです。ありがとうございます。お上手多分、カズヤさん抜いて私のことだと思う。あ、そうかそうかそうか。そうですよね。いやいやいや、とんでもない、とんでもない。ね、可愛いもんね。ね、可愛い。ね、いいね、若い若い。いやいや、ね、お姉さん若いですよ。いやいや、お姉さん、お姉さん、若い若いでこっち向いてよ。あ、誰かね、向こうでね、なんか言ってますけどね。ね、まあ、そんなことでございましてね、レイヤ君、こんな感じで始まったんですけど、はい、ねえ、ぬるっと始まりました、ね、なんか本当に今回ね、あの番組をやらせていただくことになりまして、うん、何のよくわからない何にもよくわからないで、でも1回目でしょ、はい、1回目です。そういうことですよ。1回目です。で、先週は、はい、あのレイヤ君と翔吾君のゲストの方にお邪魔させていただいて、うんうん、そしたら風邪ひいちゃって、私全然声が出なかったんですよ。1週間声出なくて、本当に、うん、でも本当にあの出ないんですっていうぐらい出なくなっちゃって、本当にようやく1週間して戻ってきました。 ここまで声が、おお、よかったです。よかった。だから今日はなんか無事にできたからよかったということで、じゃあもう終わりにしますか。まだだね、これから始まったんですけれどもね。ね、首にするとか言ってる。1回目で首宣言出ましたね。あれ、まあ、誰かいらっしゃるんですか。あ、なんかそこにね、なんかいる、うん、ちょうど私の目の前あたりにね、ええ、あの多分誰もが見えるぐらい大きい人なんですけども、いるんですけどもね。いらっしゃるのね、はい、ということで、はい、あのこの番組では沖田まさみ、少しでもいい女になるように頑張っていきたいと思いますが、そこにいる人が私をお笑い系にしようと思ってるみたいで、どんどん私を崩していくんですけれどもね。そんなことで、皆さんどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで、曲の方でございますけれども、まずは大見和也さんのね、曲をご紹介なんですけども、はい、愛は永遠に、はい、これはどんな感じの曲ですか。そうですね、うん、あの夫婦にね限らず、うん、はい、まあ、男女のパートナー、うん、まあ、女性同士でも男性同士でもいいんですけども、はい、今までありがとうねっていう感謝の気持ちと、うん、またこれからもよろしくって、まあ、そういった内容の曲なんですけどね、特にサビの部分でね、イッシーリーベディッシっていう言葉が入っておりましたね。皆さんお分かりになります？イッシーイッシー、いや、一種じゃないの。一種か。そうそう。一種。一種。一種。リーベ。リーベ。ディッヒ。ディッヒ。これ何語ですか？これですか？はい。さあ、何語でしょう？大見語。そうですか。じゃあね、じゃあ、コカちゃん。カズヤ語。いや、だってね、カズヤ語なんだってね、コカちゃんさっきね、うん、車の中で打ち合わせしたんだけどね、もう私にね、もうね、バカを言って言ってんですよ、これ。そうでしょ？ね、いや、はい、だって。いや、最初英語かと思いました。うん、あれでしょ？フランス語かドイツ語か、うん、その辺じゃないの？素晴らしいね。でしょ？まあね、ほほほほほ。はい、ではお答えしましょう。はい、うん、これは中国語です。いや、はい、ごめんね。ドイツ語なんですよ。あ、やっぱりね、うん、ドイツ語ってことはこのイッヒ、リーベ、なんだっけ、ディッヒ、まあいいや、それ、うん、いや、よくあります、よくあります。え、それ以外のドイツ語っていうのもお話できるんですか、うん、そうですか、私ですか、はい、言ってくださいよ、ドーンと任せてくださいよ。言ってみましたけど、ドイツ語でしょ。、はい、全然わかりませんよ。、
まあそんな感じでね、それがでも歌詞に出てくる。そうなんですよ、サビの部分でね、イシリベディシが繰り返しますんでね、うん、どちらかと言いますと日本人はシャイな方が多いじゃないですか、うん、えそのイヒリは、はい、では、うん、日本語に訳すとどういう意味なんですか。意味がわからないのね、うん、Excuse me、 いいえ、イヒ私は、うん、ディヒあなたを、うん、ディヒさっき教えたでしょ。愛してる。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃないの、ごめん、じゃないの。違う違う。イヒはね、私は、リーベは愛してますよ。ディヒがあなたをなんですよ。まあ、俗に言う、I love you です。はい。ね、じゃあなんかかっこいいですね、うん、歌を通して愛を告白、うん、そうなんですよ、だからね私ね、あの例えばショーとかキャンペーンの時ね、そういう時はね、うん、もう目の前のお客様のもう目を見ながらもう気持ちを込めて一気に気持ちが伝わらないかなと。で、はい、皆さんどんな反応ですか。死ぬ顔してます。そうですか。そんな、ね、ドイツ語の入ったね、まあ、愛は永遠ということでございます、はい、そして朝風ココアさんは、はい、愛のダダ漏れ、うん、はい、すいません、ダダ漏れ。はい、ごめんなさい。ダダ漏れちゃうですね。はい、そうなんです。いろんな意味がどんな意味があるんですか。あの、まあ、普通にあのコロナだったので、うんうん、愛があの会いたくて、うん、私一人暮らししてて寂しかったので、うん、誰かに会いたいという愛がダダ漏れるっていうところが来たんですけど、うん、え、これをご自身の作、あ、自分で、はい、ちょっと考えさせていただいて、はい、作曲も、作曲は違います。あ、じゃなくて、はい、あ、すごい、作詞ができるってすごいですね。すみません、はい、え、この、この愛はだ、愛のダダ漏れ以外にも作詞はされるんですか。と、もう一曲入ってるんですけど、うんうん、そちらの方もちょっと作詞を挑戦させていただきました。すごい。ちょっといいですか、はい、ね、愛のダダ漏れですよね、はいはい、ダダ漏れっていう意味ですけど、うん、情報も今ダダ漏れっていう意味を、うん、普通に漏れちゃうみたいな。いや、それはね、それね、ちょっとね、ココアちゃんね、一つ聞きたいんですけども、ダダっていう言葉をね、どうして使ったんですか。なんかダダ漏れって出てきちゃって、うん、これは例えば、はい、出身のね、九州の大分県とは関係ありませんよね。関係ないです。ないですよね。はいはい、ないです。まあ、はい、ね、まあ、彼女は九州の大分県出身ですけどね。あ、はい、あ、でも、まあ、ダダ漏れって方言ではない。ないです。普通に、うん、はい、普通に、うん、はい、あの、そうで、小学生の子供さんとかも結構面白がって歌ってくださるんで、うん、あ、本当に。え、でも面白い歌ではないですよね。面白いです。あ、面白い、面白くしました。 あ、はい、あ、そうなんですか、はい、面白い。愛のダダ漏れはちょっとコミカルな、はい、コミカルで、はい、お願いします。曲の雰囲気が、そうなんです。へえ、それはそれでまた楽しみです、ね、じゃあね、あとでゆっくりまた聴いてもらいましょうね。そうですね、はい、まずはじゃあドイツ語の方から、はい、ドイツ語の方から、ね、はい、どうですか、聞いてみたいと。あ、皆さん聞いてみたいですね。アイラブユーじゃなくて、はい、聞いてみたい、聞いてみたい。 あ、 ありがとう。どう。はい、聞きたいです。本当に笑っちゃって笑っちゃって、笑っちゃってる。ママどう。え、ママママ言ったよ。え、ママ。いや、マサムさんいるとね、どうかね、あのクラブのね、あのお店に来てね、ママ。そんな年になった。いや、クラブママって言われてもね、超若手の美人ママにたくさんいらっしゃいますよ。はい、なんだかうまいことする。ママがね、はい、じゃあそれ行きましょうか。ごちょごちょになってきたからね、早速行きましょうか。カズヤさんの曲から行ってみたいと思います。オミカズヤさんでドイツ語の入った、 I love you が入った歌でございます。はい、愛は永遠に、どうぞ。あなたが見たから、ここまで惚れた。この手で抱き寄せ、口づけすれば、恥じぬらぬ瞳が直いとしく見える。「イシリベティ・ミシリ」
これからもずっと苦しい心を救ってくれた互いを信じて結んだ絆明日を夢見てまた暮らしてる にしりべてにし にしりべてにし 永遠の愛を 再び にしりべてにし にしりに感謝しているよ。にしりべてにし、にしりべてにし、永遠の愛を誓おう。これからもずっと、これからもずっと。大見和也さんで愛は永遠。お届けいたしました。いいですね。イッヒ、リーベ、ディッヒ、ディッヒ覚えていただけましたか？うん、でも私が覚えるより多分レイヤ君とかが覚えて使ったら、うん、急な、はい、ちょっとけどリーベ、ディッヒ、ディッヒ、うん、そしたらちょっとほら女の子がみんな、うん、キャーあでもえって言われないですか？多分言われると思う。リーベ、ディッヒ、うん、いきなり言ったらそうそうそう、いや大丈夫ですよ。えって言われるか、えって言われるか、私なんか言っちゃうとあれだけどね、やっぱり若いからその若さとエネルギーで全然 OK。 でもなんか逆に、いやちゃんと普通日本語で言ってよって言われそうですからね。日本語で言えますか？日本語でですか？あなたのことを好きで愛してんだよって言える？いや言えないですよ。あとは2人でどっかでやってください、ね、ということで続いては朝風ココアさん、愛のダダ漏れ。はい、ね、これコミカルな歌だって。そうなんです。聞いてなんか暗い世の中だったので少しでも笑っていただけたらなと思って作ったんですけど、でもなんかココアさんのその雰囲気、はい、この雰囲気から見て、うん、そういう面白い歌を歌うっていうのが今全く想像できないんですけど。本当ですか？え、そう、面白いのが大好きなんです。本当ですか？ここの席座ります。私できれば面白い人になりたくないんです。いやでもね、私ね先日ね、うん、松戸のね、うん、メロディーで、はい、彼女の歌聞いたんですよ、うん、演歌、うん、全然そういう意味じゃないですよ。もう力強さとね、もう本当にね、全然面白い、はい、面白いとかね、こういう可愛いイメージは出てないですよ。ね、ちょっともう歌歌ったらね、ド変化ですよ。すごい気になるんで、じゃあ、ありがとうございます。早速聞かせて、そうですね。よろしくお願いします。いただこうと思います。はい。では朝風ココアさんで愛のダダ漏れどうぞ。
れ漏れ漏れだだ漏れだだ漏れだだ漏れあいあいだだ漏れあんたばかりのあなたにハートマークがただ漏れあんたばかりの私にハートマークがただ漏れ奇跡の糸よスタートボタンを押しましょう奇跡の糸よスタートボタンを押しましょう愛のダダ漏れ、はい、イメージが全然違った。あのお会いした時と歌を聞いてイメージがもう違くて、カズヤさんなんかもう、あはんうふん言ってた。いや、びっくりしちゃいました、本当に。びっくりしましたね。いや、だからね、いやね、あの、まあ、数日前に初めてお会いしたんですけどね、うん、で、それまでにこうやって今日も車の中でね、一緒にいろいろお話してきたんですけども、はい、今で私が思ったイメージとね、うん、もう180度違うっていうか、もういや、うふんが出てきちゃった。これは、あの面白い、ご覧いただいてる皆さんはどんなご感想なんでしょうかね。うん、ねえ、そうですね。はい、はい、レア君お願いします。この番組はですね、あのファックスとツイッターでコメントお待ちしてます、はい、ツイッターで DM ください、はい、アットマークアズパンダアズパンダじゃないアズパン FM AZPANFM ですね、はい、こちらにご感想お願いいたします、はい、でツイッターやられてないよという方はですねファックスあります、はい、東京0358294815東京0358294815までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆さんの感想がね、どんなか聞いてみたいですね。そうですね、うん、なんか本当にちょっとお姉さんびっくりしました。びっくりしました、ね、だからお姉さんびっくりして、うん、おじいちゃんもびっくりしました。でもね、すごいところは、うん、この今回のね、今見せていただいたミュージックビデオ全部、うん、ココアさん自分で作ったっていう。そうなんです、はい、誰も撮ってくれないから自分で全部、セルフなんとかってやつ、はい、セルフサービスです、すごいね、サービスだったら違うかもしれないけどね。うん、セルフなんとかで作ったっていうことで、はい、すごいですよね。できますか。できませんけど、あの出張するんですか。
やってほしい。すいません。大丈夫ですか、自分で自分で事故ったみたいな。喋らせない方がいいかもしれない。ちょっともうこれ、これこのマスクでバツみたいな。あ、コメントがいらっしゃったそうですよ。もう、あ、そうですか、すごいですね。あ、いちごちゃん、はい、あ、いちごちゃんね、いちごちゃん、いちごちゃん、私も招待、あ、この間の時に、はい、いちごちゃんってあの子かなと思ってたら、いや、そうです、私がいちごちゃんですって言ってたから正体わかりました。いちごちゃん、まさみさん、新番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。さっき新潟から帰ってきました。間に合ってよかった。声の調子も戻ってよかったですね。ありがとうございます。ここまで戻りました。レイヤ君、朝風ココアさん、はい、大見和也さん、頑張ってということでございます。嬉しいですね。どうもありがとうございます。他にもね、皆さんからのメッセージいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ということでね、愛のダダ漏れを歌ってる朝風ココアさん、ちょっと私には衝撃的ですが、ちょっといろいろもっともっと知ってみたいと思いますけれども、ね、なんかでもあれなんです、コロナ禍でね、はい、大変だった時に、まあ、そうです、歌がちょっと歌えなくて、うん、ちょっと違うお仕事で頑張ってます。はい、大和運輸で配達してました。本当に？はい、本当に、あのこういう37度ぐらいあるところ、はい、今日できれば YouTube 見てください。YouTube に出てるの？はい、出してます。そうなんだ、はい。今日は本当に皆さん外暑いですからね、はい、十分に水分補給、塩分補給をしながらこの番組聞いていただきたい。冷房の中で聞いていただければ一番いいかと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ今日はこの後、いろんな方の歌をまたお届けする形でよろしいんですかね。はい、じゃあ高見沢圭さんで愛を探してという歌をちょっとここで聞いていただきたいと思います。どうぞ。私の体は熱い、罪の女め足の濁り、戸惑いながらこの身を焦がす、そこに飛べない籠の中、それでも夢は欲しい、愛するあなたと明日探したい、羽ばたいて羽が折れても、破れた傘を差して、バカな女で強がりばかり、疲れた私包んで欲しい、眠る夜はあなたの声、私の体は震える。
しい指先で愛に触れ合う。ぬくもり感じてささやきに揺れる。高見沢圭さんで愛を探してお届けいたしました。また高見沢圭さん、私も何回かお会いさせていただいておりますけれどもね、うん、ぜひぜひまた歌を聴かせていただければと思います。ツイッターと、うんと、なんだっけ、こちらですか、ね、ファックスの方でメール、はい、メッセージいただいてますがね、私のね、フェイスブックの方にもねメッセージ来てます。キキパパサンキューさんから、まあ、声がねガラガラというか声出なかったんで、ほぼいつもの声に戻ってるね、よかったねよかったねっていうメッセージいただきました。ありがとうございます。キキパパサンキューさん、ツイッターやってないからどうしようって言ってましたそしたらフェイスブックの方に入ってましたぜひ皆さんメールください、よろしくお願いします。ということで今日はですね、大見和也さん、朝風ココアさんにゲストに来ていただき、そしてもう毎週ゲストということで高山毎週ゲスト毎週ゲストプラス私のお手伝い、はい、ありがとうございます持ちつ持たれつ、お世話になります、持ちつ持たれつで、わかりました、クラのママでマネージャーですね。そういえば私スケジュールとか何も言ってなかったね、まあ後でいっか、最後に言おうかな、ね、ごめんね全然打ち合わせともう本当に感じるじゃあ私の告知を後でいっぱい言いたいので曲いきますはい、続いてはですね、西国光さんです。大宮の女って書いて人って読むのかな、大宮の人、聞いてください。
光さんで大宮の女お届けいたしました。すごく情熱的に歌ってくださいましたね。ありがとうございます。今日はですね、大宮和也さん、朝風ココアさんと一緒に、そしてレイヤ君とゲストか、ね、であの初めての第1回目の放送なので、なんだかバタ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 とここまで来てるんですけれども、何かあの、はい、大丈夫ですか、はい、言いたいこととか大丈夫そうですので、はい、みんな大丈夫そうなので、じゃあもう一曲ほど聴いていただきたいと思います。続きましては山脇いずみさんです。女の恋、聴いてください。どうぞ。Thank you.
山脇いずみさんで女の恋お届けいたしました。素敵な歌をお届けいただきましてありがとうございます。また来週も楽しみに聞かせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではここで皆様の告知をちょっとお伺いしようかと思うんですけれども、おんみさん何か告知ありますか？はいはい、どうぞ。はい、はい、おみかじやここします。はい、どうぞ。実はですね、はい、あの BS の12、12チャンネルですけども、はい、毎週日曜日にオンエアしております。時刻がですね、はい、朝の4時半からと5時まででちょっと早いんですけども、起きれない方はねビデオで撮っていただいて見ていただけると嬉しいですよね、うん、はい、ぜひぜひ。そのね番組ではですね、あのレイヤ君もね、はい、出ていただきました。はい、その説明ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、あの群馬県出身の、いやいや長野県出身。間違えた。あ、そうかそうかそうか。はい、それでね、はい、今度あの、今月の30日ですね。はい、にははい。はい、ね、私がゲストでお邪魔させていただきます。ママも。ママじゃない。はい、もうね、素敵なママもね。ママじゃない。登場していただきますんでね。はい、30日。ちょっとじゃあ、PR してくださいよ。はい、30日にですね、大見さんの番組で、あなたに届ける音楽会 BS12 チャンネル、朝4時30分、7月30日、私ゲストに出てますので、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ続きましてココアさん何か。はい、はい、この7月の22、23、24、岡田忍さんが、はい、イベントハウスメロディさんにいらっしゃるので、うん、前座で歌わせていただくのと、23日浅草の木馬亭で12時頃歌わさせていただきます、はい、あとあの FM 花という番組私も持ってまして、うん、あのラジオ番組なんですけど金曜日夜10時から30分の番組をやっております、はい、あのご覧いただけない方はあの YouTube の方にあのぜひ見てください。でぜひよかったらあのまさみさんもお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。レイヤ君も出てくれています。よろしくお願いします。まさみさんもお願いします。はい、どうもどうも。はい、いえいえいえ。はい、じゃあレイヤ君。はい、はい、この後2時からですね、ショーゴとレイヤとメロディーの歌仲間始まりますので、皆さんそのまま引き続き2時までご覧、あ、2時までじゃ、2時からお楽しみください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ私、沖田まさみですけれども、8月の23日にですね、徳間ジャパン歌謡フェスティバル徳フェスボル1真夏の女性共演というのがございます、こちらに私出演させていただきます、残念ながらチケットの方がですね、おかげさまで完売となってしまいました、ぜひご覧いただく方はあの本当にお気をつけて楽しみにお邪魔あの来ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。そして7月30日ですね、まあ、あの朝4時30分から大見さんの番組を出演させていただきますけれども、イベントハウスメロディーさんにおきまして、磯ヶ由紀ちゃんと仲良しライブというのを毎回ってまだ2回目なんですけどやらせていただきます、7月30日仲良しライブ磯ヶ由紀さんと、イベントハウスメロディーさんでやらせていただきますので、ぜひぜひあのこちらの方にもお越しいただければと思います。チケットの方はイベントハウスメロディーさんの方にお問い合わせいただければと思いますのでよろしくお願いします。また詳しくは私沖田まさみのホームページなどをご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではそろそろエンディングということでございまして、今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、磯ヶ由紀さんとのライブ今来ました。あ、ツイッターが来たそうですね。ツイッター、もうバタバタしてますよスタッフさん。なんかもう終わりにバタ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 来てますね。はいはいはい、沖田先輩誰だよ沖田先輩誰だよ。先日ありがとうございました。冠番組スタートおめでとうございます。お仕事でリアルタイムで見れず2週間後 YouTube で楽しみにしています。またお会いできるのを楽しみにしています。正午正午くんありがとうございます。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ということで、お時間の方が来ましたのでね、あの皆さんに
お曲の方をお届けしてお別れになるんですけれども、ぜひ来週もご覧いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日はですね、尾身和也さん、そして朝風ココアさん来ていただきまして、どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。で、レイア君、はい、引き続き、はい、来週もよろしくお願いいたします。はい、ということでお別れでございます。お別れは、堀和明さんで赤坂ってお聞きください。どうぞ。
安田建設が選ばれる理由。安田建設は設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工。鉄鋼製作工場は国土交通省のアールグレー工場に認定。安田建設は職人集団、技術にこだわる職人気質。社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします。安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット。質を落とさずお客様の利益に貢献します。早い安いうまいですか、まあ、それが基本として、まあ、安田に頼んで、まあ、よかったと。保育園、まあ、老人ホーム、まあ、病院、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、霊園をやって墓石なんかもやってます、まあ、よく俗に言う寄り顔から墓場まで。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀葬送のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーミング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。好きすぎて好きすぎて会いたくて会えなくて
レイヤとメロディーの歌仲間。この番組の提供はイベントハウスメロディー安田建設伊豆の総裁そして平成ロマン企画でお届けいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやあれ今日なんか目玉くんなんか正午です。目玉くんなんか今日はいきなり女装してどうしたんですか。正午です。面白い。正午です。あのなんか今日雰囲気が違いますね。なんかいつもの感じと。正午です。はい、ということで、今日は、目玉まさみ目玉まさみで正午です。もうなんで私がこれやんなきゃいけないの。外してください。外していいの。外してください。正午です。目玉ちゃん目玉ちゃんということで、はい、引き続きですね、はい、出演していただきましていただいております。正午です。徳間ジャパンから沖田まさみさんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、いや本当に目玉くんどうしたのかなと思って今日、ね、びっくりしましたけど、ね、目だけいるよ。ちょっと質問ですけども、はい、いつもはこれをかけてやってんですか。いやとあれはもう天然な目ですよ。そうです、天然な目。あ、そういうことじゃなくて、そう、目が大きいから目玉くん。あ、そうですか。はい、そう、しょうごくん大きいんですよ、本当に。本当に大きいんですか。先週私あの隣に座ってて、えって目を見開いて言われた時に、もうどうしようと思って本当に、ね、えってなっちゃいました。そんなに大きいんですか。大きいんですよ。すごい。ということでですね、今、うん、あの絡んでいただいたホリデージャパンから大見和也さんです。はい、大見和也です。はい、そして今日は大分県からお越しいただきました朝風ココアさんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さん本当に出演していただいて、はい、そして沖田さんもね、はい、引き続き3時間コースで3時間コース、はい、先週に引き今日超えてるから。でも先週は声が出なかったんで、そうなんですよ、ね、結構あの静かにしてたらみんなにおしとやかな沖田さんもって言われたんだけど、うん、そんなに私は普段おしとやかじゃないかって怒ったんですけど今日これやっちゃったからね。うん、もうね、面白いキャラになってしまいましたね。ちょっとなんかおしとやかキャラになろう、これから。はい、はい、ということであのまずですね大見さんなんですけども、はい、この愛は永遠にっていうのが今一番、そうですね、頑張ってらっしゃる、うん、今頑張っております。はい、でこの曲ですね、面白いなと思ったのがこの、はい、イッヒリーベディッヒ、イッヒリーベディッヒ、はい、っていうね、あの言葉が出てきますよね。はい、はい、うん、こちらは何語なんでしょうか。こちらですか。はい、そうですね。何と言いましょうか。はい。1時間前に聞いてた人なんで、ね、そうなんですよ。ずっとなんか続けて私の番組から聞いてた人はね、何また同じこと言ってる。まあその通りなんですよ。だから私に今一瞬ね、どうお答えしたらいいのかなと思いましてね。ドイツ語です。言っちゃいました。ドイツの。はい。ドイツ、オミさんの、いや、ドイツもこいつも、ドイツもこいつ も、そうなんですよ。あ、ドイツ、はい、ドイツです。あのドイツですか。あのドイツです。あのドイツ、あのドイツ、ドイツ、どのドイツ。そうなんですよ、面白いですよね、このイッヒリーベディッヒ。はい、このイッヒっていうこの I で CH でイッヒ、イッヒ、イッヒ、イッヒ。ごめんね、あのね、私もね九州出身なもんでね。あ、そうなんですか。あの九州の人っていうのはね、はい、サシステソがよく言えないんですって。あ、そうなんだ、うん、私もそうなのかな。うん、だからサシステソがね、よく言えないからね、はい、だからイッヒをね、イッシっていう風になんか聞こえるんですって。うん、だから九州の方のね、なんか特徴みたいです、はい、ね、うん、うん、だからイッヒリーベディッヒなんですけどね、はい、だからそのお客様によってはね、イッシイッシってそういう風に理解されてる方いらっしゃるんですって。私の指示聞くとね、うん、あ、だから私もそう言われれば、あ、そういう風にも聞こえるなっていう風に、まあ自分ながらね、うん、でも人によりましたらやっぱり九州の方っていうのはサシスセソが発音がね、はい、うん、でもね、あのココアちゃんは同じ九州ですけど、はい、まだ若いから、はい、ね、
はい、もう全然私なんかと違って、ね、もう私は平成の生まれですけども、ここは令和ですからね。平成じゃないか。あ、違いますね。え、何が？何が違います？いやいや、もうね、もうこの中ではね、もう私が一番もうね、大きくなった、ね、年齢は言ってますけども、え、どうしたの？あ、びっくりした。しかも日もめちゃめちゃじゃん。ね、それであの、うん、アルトサックスが特に。あ、そうですね。サックスも吹かれるんですか？え、私の本業はもともとはあのサックスだったんです。あの私の音楽の始まりは、はい、私はあの19の頃にですね、はい、あのそのバンドボーイ、うん、高校出てからバンドボーイ、あの昔ね、うん、あのフルバンドでね、超一流のバンドで、はい、三山敏之とニューハードっていうそういう有名なバンドがあったんです、うん、昔の紅白歌合戦なんかでね、赤組白組なんかで必ずバックバンドを務めた、はい、その方のね、あのフルバンドってのはサックスが5本あるんです。うん、1、2、3、4、5と、はい、それでやっぱ1番が1番やっぱこう主役みたいな感じなんですけども、うんうん、そこで あのやっていらしたサックスの先生に私は教わったんです。はい、だから最初はもう本当にあのジャズをね、はい、を勉強してまして、ジャズ、はい、もうそれでね、もう先輩とかね、そういう方はね、はい、もうこれであの生きていくんだったら、うん、もう本当にもう生活の中でね、はい、その音楽のこと以外は考えちゃダメだとよく言われました。だからトイレ入ってても常に音楽のこと、それが全て、はい、そうしないとこの世界では上に行けないよって、うん、そう言われてね、勉強してたんですけども、はい、まあ途中で、まあ挫折をしてはいないんですけどね途中で方向性変わったんですよ。うん、あの途中でね、やっぱりそういったフルバンドとかコンボバンドで仕事をしていたんですけども、はい、途中でね、その私の先生が一流のところね、はい、あのとこ紹介するからもったいないから、うん、それまでどっかで仕事してたらって言われて、はい、それで私があの楽器を持ってテスト行ったとこが銀座のね、当時のフロリダってお店があったんです。はい、そこでテストしたらそこで受かりまして、うん、でそのバンドが何でも屋だったんです。うん、ジャズからロックから歌謡曲演歌すべてやるバンドでね、はい、そのバンドに入ったのがきっかけで、そこでやってましたら、うん、今度はただレコードなんかを当時ね出している歌謡コラスグループから話があったんです。うん、そこであの歌謡コラスグループに入ったんです。それがきっかけでこうやってあの演歌歌謡の世界にまあ触れてですね、はい、で当時はもうサックスだけで一本で、うん、だから私が歌い始めたのは本当ついもう何年か前で、そうなんですよ。だから楽器はそういう形でね、だからあのジャズを勉強して若い頃は、うん、若い頃はじゃあそのアルトサックスをやっそうです吹いて、そして今は何を吹いてるんですか？うん、今はホラー吹いてます。怖い。向こうでね、いや、そのことだ、そのことだ。また出た、また出た。まあそんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。そしてでは朝風ココアさん。ありがとうございます。はい、朝風ココアさんってこう、ね、朝に風に心に愛、はい、ココアさん。はい、はい、コーヒーじゃなくてココアです。コーヒーじゃなくてココア。よろしくお願いします。ココアさん。なんでですね。あ、すいません、それしかなくて。大分出身で。はい。はい。で、でも好きな音楽にジャズ。書いてありますけども。あ、はい、あのちょっと前の先生ジャズ専攻の方だったので、はい、勉強させていただいて、うんうん、まあ、そんなに上手じゃないんですけど、ちょびっとだけ歌うようになりました。はい。そして、現在は日本クラウンから出てるっていうことですか？はい、はい、髪の月が、はい、出ております。ちょっとこれ気になるのがですね、はい、アニメのモノマネが特技って書いてあるんですけど、あ、はい、あ、はい、多分皆さんできると思うんですけど、何かあのありますか？サザエさんのタラちゃんとか、タラ、はい、ちゃんですってそう言っちゃうんですけど、すいません、はい、とかあのマルコだよとか全部一緒なんですけど怪しい？あ、できる。おら、しんのすきだどー。おー、どうぞどうぞ。うまいですね。うまいです。まずか、あの、私はね、奥田さんはね、はい、そういうことをやるキャラではないと思っておいたんですけど、はい、今日は目玉ちゃんの。今日びっくりしました。いろいろ やってくれそうですね。ね、いろんな面があるんですね。やらないです。はい、はい、ということですね、ちょっと一回戻ってですね、ミラ君やんないの？モノマネ。僕ですか？僕もありますよ。どうぞ。じゃあ、リア君のモノマネどうぞ。はい、終わりまーす。
上手お上手あの分かりましたそこだけよ上手お上手本当すぐ分かりました、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとお二人のねあの曲のあの詳しいことも聞いていきたいなと思うんですけども、うん、あのこのね愛は永遠にの大見さん、はい、特にここを気をつけて歌った方がいいよとかあります？あ、そうですね、あの特にですねあの、はい、サビの部分がね、イッシーリーベディッシー、うん、あの繰り返してあるんですね、はい、はい、それで最初のイッシーリーベディッシー、そこはソーストにね、うん、俺お前のこと好きなんだよ、うん、ね、で2回目のイッシーリーベディッシーはね、はい、情熱を込めて本当に俺お前のこと好きなんだよと、うん、そういう気持ちの入れ替えですね、入れ替え、優しさと情熱さと、はい、はい、そこのところだけ気をつけていただければよろしいかと思います。日本語だとその愛してる、 I love you、はい、私は、はい、愛してますレイヤーをって感じ。目玉ちゃん、目玉ちゃんちょっと主張が強いですね目玉ちゃんねえ、そうですよ、はい、そして、うん、朝風ココアさんの、はい、愛のダダ漏れ、ありがとうございます、ね、こちらのなんか歌唱ポイントみたいな、あ、歌唱というか、あの、あ、漏れちゃうっていうところあるんですけど、うん、はい、あの恥ずかしがらずにやっていただけたらそのまま何が漏れちゃうんでしょう、ね、何が漏れちゃうんでしょうね、皆さんよろしくお願いしますうまそういや、すみません、私が一番それに近いんじゃないかと思うんですけどすみません、いや、ね、はい、いや、そうじゃなくて年齢的にですよ、はい、あ、あの、あ、ね、あの漏れちゃうの方ですね、うん、そっちおめでとう、目玉ちゃん、目玉ちゃんなんかはい、あの、あさみさんの方が上手だと思います私、はい、無理ねえ、目玉ちゃんはあの目玉さっきはあの雪枕でしたよね、あ、自分の番組の時はね、はい、で先週もね、そうですね、雪枕でした、はい、次があの、うん、次放送というかあのするのが、うん、あのカップリングの方ですね、恋の扉、恋の扉を今日はかけるってなんか言われてます、はい、この曲すごくあの、ね、全然ガラッと雰囲気が変わって、そうなんですよね、今回あの両方とも小田純平先生と伊藤美奈先生が作ってくれたんですけれども、はい、あの美奈先生から詩が届いた時に、私の歌ってどちらかっていうと本当に悲しくって寂しい失恋ソングが多いんですけど、うん、はい、すごく明るくてすごく夢のある歌で、うん、どんな曲ができるのかなと思って純平先生の曲が出来上がったのを聞かせていただいたら、アイドル歌手だったみたいな、アイドル歌手みたいな、あ、確かにそうですよね、ぴったりじゃないですよ、いや、今までにいなかったんで、ちょっと小さい頃の夢はなんかアイドルになりたかった、うん、小さい頃はそうですね、歌手になりたかったですね、アイドルじゃなくてアイドルじゃあアイドルでですね、まあでも、まあ、小さい時はでも歌手でも演歌歌手とは思ってなかったですね、うん、確かに、でアイドルとかあのニューミュージック的な歌は歌いたいなとは思ってましたけれども、はい、今回はだからアイドル歌手みたいな歌なので、はい、もうアイドルになりきって歌ってるんですけど、うん、そうしましたらなんかあのイベントハウスメロディーのオーナー様が、はい、これをかけるって張り切って今日持ってきてくれたみたいなんでかけるそうですよ、うん、楽しみ、ね、もうちょっとねお待ちくださいね、もっとお話をして、はい、そうですね、その目玉ちゃん目玉ちゃんになっちゃった、はいはい、どなたのアイドルはどなたのなんか好きだったとか、私はね、荻野目洋子さんが好きでした、荻野目洋子さん、うん、今すごいね、なんか結構さっきのねモノマネじゃないけど、はい、結構声が似てたみたいで、あの好きでした、で、あとモノマネじゃないけどあのモノマネ南の横さんのモノマネよくやってました、すごい、あのやってくださいじゃあ、沖田まさみさんで吐息でネットあすごい似てる恥ずかしいあ、目玉ちゃんなっちゃったすごい、何でもやってくれそう、さすがですね、もう芸能者ですね、いやもう本当に、いやいや、とんでもないですよ、年代先輩、本当にもう全然、もう無口なもので、はい、はい、そ
ちょっと早いですけど、うん、そろそろ恋の扉の方をちょっとお聞きいただきましょうかね。アイドル歌手になって聞いてください、はい、では沖田まさみさんで、はい、カップリング曲、はい、雪枕のカップリング曲になります、はい、恋の扉どうぞ。恋の扉でした。ありがとうございます。ありがとうございました。オミさんどうでした今の。そうですね。もういつものねなんかイメージと違ったような感じしましたんですけど。アイドルなんですよ。はい。そうですね、はい。もうだってアイドル歌手としても全然 OK じゃないですか。アイドルなんです。あ、アイドルなんですか。はい、まあ本人がそんなに。さっきあのスナックのママって言ってましたけど。そんなの怒られてました、ね。それはもう鉄筋くなりました、ね。事務所から怒られてました。はい、ママ言わないでください。もうね、イメージある、ね、だからね、アイドルなんだ ね、そのアイドルのイメージありますからね。ママじゃなくてアイドル。アイドル、アイドル、まさみで、はい、
はい、ココアさんは、いや、はい、すごく可愛らしいんですけど、歌がやっぱりアイドルの方よりめちゃくちゃ上手なので、なんかあの絶対売れると思います。ありがとうございます。頑張ります。あの私も歌ってみたいなって。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで沖田まさみさんの恋の扉でした、はい、ね、ぜひあの今度はミニスカートお待ちしてますので、ミニスカートでどのぐらいの丈まで行きますか。丈うんと、このぐらい。どのぐらい。どのぐらい。見えないんだけど。そうか、見てる方にはね、ちょっとこのぐらい、うん、このぐらいでね、このぐらい、もうぜひね、ミニスカートの沖田まさみさんも見てみたいですね、はい、あ、この曲最近マーチャンコールも入れてるんで、あ、マーチャン、言葉はいらないの、マーチャンで盛り上げてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。そして、この番組はですね、コメントお待ちしております。はい、はい、ツイッター DM ください。アカウントはですね、アットマーク AZPANFM、 アズパン FM ですね。はい、はい、トリガーズーリの、ツイッターアカウントに DM ください。そして、ファックスの方は東京 03-5829-4815、 東京 03-5829-4815 まで、こちらどしどしコメントの方お願いいたします。お願いします。で、そして早速ですね、コメントいただきました。はい、はい、沖田先輩、レイヤ君、お疲れ様です。リアルタイムで見れず、愛知県からメッセージさせていただきます。 YouTube で見るの楽しみです。朝風さん、大見さんにもよろしくお伝えください。またメロディーでお会いできるのを楽しみにしてます。暑いので皆様体調にくれぐれも気をつけてください。ということで、目玉くんからいただきました。あれ、目玉くんから、目玉ちゃん。ね、今日はあの目玉くんですね、愛知県でお仕事ということで、ね、今日は目玉ちゃんが目玉ちゃんが来ていただきました。はい、どうしても目玉ネタでね、やんなくちゃいけない番組みたいになってるけど。あれだね、今リアルタイムで見てないから、はい、私がこんなことやってるって後で見てお笑いするんだろうね。そうです ね、 ね、もうだって自分出てないのに自分が出てるみたいな、ね、自分言うわって目がいるみたいな。ちょっとごめんなさいね。はい、あの本人がいるときやっぱりそういった今みたいに、はい、その目玉目玉って今ね、うんうん、の頻繁に言ってますけど、はい、それをやっぱりあの番組中にもお話してるんですか、そういったふうに。あ、いますよ、僕は目玉くんって言って。ああ、はい、そうですか。よく目玉くんって。そうなんですよ。で、本人じゃあそうですって。そうなんです。あ、でもなんかあれですよね、あの翔くんのその、はい、フェイスブックとか YouTube とか、うん、そういうのも目玉チャンネルとか。あ、そうなんですよ、目玉チャンネル。なるほどね。翔くん自体が目玉くんを推奨してますからね。なるほど、そうかそうか、うん、私はしてないですよ、うん、今日だけ。私は今日だけ、今日だけ。はい、この時間だけです。この時間だけね、はい、目玉ちゃんになっていただいて、はい、似合ってます ねとてもやってみる。やってみやってみでも、もう一つね、はい、さっきの翔吾さんが、うん、まあ、例えばあのもう目玉ですか、はい、でもまさみさんはね、これは何て言えばいいんですか。あ、これこれね、なんだかね、うん、あのこうインスタとかで写真撮るとき、うん、手持ちぶたさだったんで、こうやって撮ってたら、うん、なんかまさみポーズになっちゃって、うん、あ、じゃあ何かそれでなんか名称つけましょうよ。みんななんかこれ、ね、かあら可愛いって言ってるんですけどね、うん、あら可愛い、あら可愛いポーズって言ってる。あ、じゃあ、まあ、じゃあ、あら可愛いポーズ、あら可愛いポーズって言いました。皆さん全員でこれとか、はい、そうですね、これね、はい、いいじゃないですか、はい、だから結構あのキャンペーンとか行った先でも、うん、あの皆さんお客さんにもやってもらって、うん、あ、確かにすごいですよ ね、 もう本当にあのね、沖田さんのツイッターとか、うん、フェイスブックとか大体これですよね。やっぱでもそれで、皆さんがね、広くそうやってあの知れてね、知られてるっていうか、そうですね、うん、皆さんなんか結構やって、今日これやらないの、やらないのとか言ってくれるから、あ、じゃあやるみたいな。じゃあね、今度ね、フェイスブックでね、あら可愛い、そう、多分大見さんともこの間の番組でもやってる気がする。あ、やらなかったかな、本当。今度だからね、今度あの30日オンエアだから、はい、30日に大見さんの番組が、ね、そうですね、はい、大見さんはあの本当あの鳥じゃなくて鳥 BS12 の、 あの、あなたに届ける音楽会のね、はい、あの和也と、あ、和也の歌仲間です。そうですね、大見和也と歌仲間という、まあ、はい、コーナーをね、うんうんうん、あの持ってますんだね、はい、そうですよね、あの、
以前にもお世話になりましたけども、はい、もうどうもどうも、はい、もうその時はねもう群馬県出身って形は言いましたけどもあれは半蔵さんが悪いんですよねね、あのお師匠さんがそうなんですよ、あの群馬県じゃないんですけど ねなんか長野県なんですけど ね、うん、群馬とちょっと違うね、まあ、確かに群馬にルーツはあるんですけど、うん、ねえ、まあじゃあね、まあ、その話は置いときまして、はい、せっかく今ねうんうん、テレビ出ましたから、はい、ね、で今度はオンエアがありますから、そう、ぜひ私は30日の日に、4月30日に、大見さんの番組にゲストで出させていただいてます。その時はこれかけてないか、目玉かけてないか持っていきますか、はい、ちゃんと沖田正美さんとして出てますのでぜひご覧ください、ね、ぜひじゃあですね、あの時間とか時間を、はい、7月30日 BS12 チャンネルで、はい、朝4時です、4時半半ですね、4時半、はい、朝4時半でございます、はい、皆さん早起きしてください、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ではここでですね、まあ、1曲入りたいと思います、はい、イベントハウスメロディーのマスター前頭3枚目さんのオリジナル曲になります、港の男歌、どうぞ。
頭三枚目さんで港の男歌でした。はい、こちらですね、この番組はですね、この一般の方も、この鳥小屋ズーリの放送に出演できます、はい、うん、毎月日曜日の毎月第一日曜日ですね、だいたい11時ぐらいからやってます。1人3000円で軽食ソフトドリンク飲み放題付きでやってますので、ぜひぜひですね、すごい今日はカミカミになってますけど、はい、こちら出演したいよという方はですね、イベントハウスメロディーですね、0477117691までお問い合わせくださいということで、本日のゲストはね、朝風小川さん、この曲いかがでしたか？どすこい、どすこい、面白いですね、あの低音の響きがあって本当にあのマスター上手だなと、また改めて思いました、はい、ありがとうございます。な、はい、海の歌なのかドスコイなのか海の確かに、うん、はい、ね、どっちどっちって感じですけどね、はい、いい歌ですね。はい、ということでありがとうございます。ということでですね、次の曲は、はい、安田健さんですね、あの、はい、前回のゲストで出演していただきました、うん、安田建設の会長ですね。帽子をなかなか取らないっていう、帽子取らない、ここまでしかね。そうなんですよ、なかなかね、うん、今日は映像で撮ってるのか撮ってないのか帽子の中身はどうなってるのか気になるとこです、安田健さんで上演どうぞ。
上演でした、ね、帽子取らなかったですね、うん、取らなかったですね、 いつ帽子取ってくれるのか CM で CM で取ってくれますかねはい、はい、あの、はい、先ほどもお伝えしましたけども毎月第1日曜日、はい、11時ぐらいからやってます。1人3,000円です、今度はですね8月は、うん、6日になります、うん、はい、はい、ぜひ、その日はですね収録やってますのでイベントハウスメロディーさんですね、松戸から新京成電鉄乗り換えてみのり台駅出てすぐ隣左隣です、うん、はい、そちらでお待ちしております。はい、はい、ということですね、ここでちょっと CM 入りたいなと思うんですけども、うん、はい、CM はイベントハウスメロディー、はい、そして安田建設、そして伊豆の総裁の CM になります、はい、ではご覧ください、どうぞ。安田建設が選ばれる理由。安田建設は設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工。鉄鋼製作工場は国土交通省のアールグレー工場に認定。
安田建設は職人集団、技術にこだわる職人気質、社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします。安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット、質を落とさずお客様の利益に貢献します。早い安いうまいですか、まあ、それが基本として、まあ、安田に頼んで、まあ、よかったと。保育園、まあ、老人ホーム、まあ、病院、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、霊園をやって墓石なんかもやってます、まあ、よく俗に言う、ゆりが丘から墓場まで。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀早々のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーミング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。はい、 CM 開けました。ショウゴです。レイヤです。目が半分になってて、本当にちょっとね、今 CM 中にやったら閉じちゃいまして、逆に片方になっちゃダメ、こうなっちゃいました。片方うつろになっちゃった。ガシャ、私だ、それはやっぱり、ね、やっぱりちょっとなっちゃいましたけど、はい、この CM ですね、提供いただ、はい、提供ですね、イベントハウスメロディーさんと安田建設さん、そして伊豆の総裁さんでした、ね、そしてあの提供もう一つ平成ロマン企画なんですけども、こちらの番組はスポンサー様大募集中でございます。こうやってですね、はい、あのスポンサーになられた企業の方は、こうやってトリガーズリのこの僕の番組で放送しますので、うん、はい、もうぜひぜひこちらね、ご相談お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで改めましてですね、うん、本日のゲストの大見和也さんと朝風ココアさんです。お願いします。はい、そして ごめん、ちょっと待って、準備が目玉ちゃんこと目玉ちゃん片方潰しちゃった。そうなんですよ、ちょっとね、あの CM 中壊れちゃいまして、壊したな目玉ちゃんこと、うウインクしてる、ウインクはい、目玉ちゃんこと沖田まさみさんですね、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、出演していただいて本当に、はい、ね、こちらもう本日ね、うん、すごく暑いですけど、今日ほんと暑い ね。そうなんですよ、ね、何か暑さ対策とかそれぞれされてますか、うん、なんかこちら、あ、なんか小さい扇風機みたいなのをいつも持ってます、うんうんうん、あ、小さな扇風機今みんな持ってる、うん、持ってるみたいな、はい、うん、私はね、はい、それ用の健康も含めてのサプリ飲んでます、うん、え、それ飲むと涼しいんですか？それやばい、ちょっとやばい。本当に？それ飲むと涼しくなるの？そんな、すごい。でもなんかね、うん、さっきからちょっとこの胸毛がこうチラチラ、うん、どうしてどうして、ね、まずそれ見てたんだ。本当？映ってない、映ってないから分かんないけど、ね、胸毛がチラチラとね、涼しそうね。お茶さんは何かありますか？涼しい対策？うん、あんまり分かんない。扇風機は持ってるんですよ。はい、持ってるけど。なんか面倒くさくなっちゃう。で、日傘も持ってるんですよ。うんうん、日傘も持ってて、日に焼けないように、やっぱ着物とか着るので、はい、日に焼けないようにと思うんですけど、私出身神奈川県茅ヶ崎市なんですが、うん、絶対ね、茅ヶ崎の日差しね、はい、他の日差しと違うと思う。もうすぐ、うん、すぐ日焼ける気がする。すごい太陽が近いんですかね。そうするともうなんか少しでも日に焼けてくると、うん、あ、もういいやと思って日傘重いし、うん、持つのやめちゃうんですよ。
わかる。とりあえずだから日焼け止めはたっぷり塗るようにはしてるんですけど、うんうん、多分これももうあと数週間すると、はい、あもう日焼けだからいやってなって、うん、もう黒い子でよってやっぱりそんなにやっぱ他の地域と差があるんですか。やっぱりいやないと思うんですけど、うん、でも絶対焼けると思うんですよね。本当にねすぐ黒くなりますよ。本当ですか。海なんか行ったらもう潮風に当たると確実に日焼けしますね。確かに潮風はね。はい、ということで次の曲はですね、はい、徳間ジャパンの堀和明さんになります、この暑い夏にねぴったりの歌だと思います、はいはい、2つ目の冬どうぞ。路地に今夜もぽつり看板灯す。風を聞いても嵐が来ても年中無休で開けてます。最後の夜の寂しげな目に堀和明さんで2つ目の冬でした。皆さんね、どうでしたか。涼しくなりましたか。寒くなりましたか。2つ目の冬ってね、はい、冬の歌でねこの夏暑いのにぴったりですね、はい、はい、ということでですね、7月3日の第1回目の、
このショーゴとレイヤとメロディーの歌仲間なんですけども、7月3日の第1回目の分が YouTube で、アーカイブ配信されてます、うん、YouTube のね、あの検索のところで、あの鳥越アズーリ FM 7月3日って入れれば、あのすぐ出てきますね。あの今歌っていただいた堀和明さん、そして次がね、あのよしみさんなんですけども、そのお二方に出演していただいてる、もうね、記念すべき第1回目、もうお笑い尽くしのほとんど番組になってないようななんかそんな回でしたけども、気になる方はですね、あの YouTube で鳥越ズーリ FM 7月3日分の放送をご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、紹介いたしました次のゲスト、いやゲストじゃなくての放送は、7月3日にゲストで来ていただいたよしみさんですね、ホリデージャパンのよしみさん、歌は潮風の街、どうぞ。よしみさんで潮風の街でした、ね、このよしみさんと
堀一明さんのね出演した回は YouTube で見られますので、ぜひ検索お願いいたします。はい、そしてですね、先ほどお伝えしましたけども、毎月メロディーでは第一日曜日に、こういう撮影会をやってます。1人3000円で軽食、ソフトドリンク飲み放題付きになります。で、あの軽食がね付きますので、あの出たいよっていう方は、あのその日の3日前ぐらいにはご連絡をお願いいたします。僕の DM でもいいですし、イベントハウスメロディーさんですね、0477117691にお電話していただいても大丈夫ですし、宝馬翔吾さんのね目玉くんのとこに DM でも構いませんので、はい、出演したいよという方はもうぜひぜひご応募の方お願いいたします。そしてね、こちらの番組コメントどしどしねお待ちしております。こちらね、はい、ツイッターでアットマークアズパン FM、ね、こちらツイッターやられてる方はお願いいたします。ないよという方はですね、ファックスで東京0358294815、東京0358294815で募集してます。はい、こちらね、いつもねコメントいっぱい来るんですけど、今日はね目玉くんだけなので大変僕が ね、 寂しいね。そう、寂しいんですよ。いちごちゃんコメントください。名指しでいきます。いちごちゃん、はい、みかんちゃんお願いいたします。チャーハンパンダさんお願いしますみんな食べ物だね。はい、ロンゲさんお願いいたします。食べ物じゃない、いろんな方がいらっしゃるんだ。そうなんですよ、コメントね毎回くださるんで、もう名指しで今回は行きたいなと思いますその他の方もお願いします。ね、ぜひよろしくお願いします。いたします。ということでですね、次の曲のが、はい、みかんちゃんなんですけども、うん、おしだりみかんちゃんって言いましてですね、あの本を実は出されてるみかんちゃんね、うん、はい、そういう方なんですよ。で、あの本の名前があれですよね、保険屋さんの、ね、そうです、ね、保険屋さんの実体験を、ね、保険屋さんの実体験を書いたって言ってましたよね。うん、ね、今日はちょっと本ね、僕あの今日静岡帰りなので本がないんですけど、次週はね、はい、本持って宣伝いたします。あの、うん、気になる方はですね、おしだりみかんって、おしはですね忍者の忍で、うん、だりは足です、忍者の足、忍び足、はい、でみかんです、うん、はい、みかんちゃんですね、うん、あのいつもイベントハウスメロディーさんですごくあのバイトも頑張ってね、そして小説っていうか、うん、ね、そういう本の出筆も筆筆も頑張ってね、ね、らっしゃってます、そんなみかんちゃん歌も実はね大好きなんですよ、うん、歌うのが大好きなんですよね、うん、何よりも、うん、歌いながら書きながらね、そうなんですよ、うん、ね、ということでみかんちゃんの曲になります、はい、ルージュの伝言どうぞ。手当たり次第
はい、みかんちゃんでルージュの伝言でした、はい、みかんちゃんの本のタイトルですね、うん、気がつけば聖法レディで地獄見たですはい、すいません保険屋さんのっていうね言ってましたけど、気がつけば聖法レディで地獄見た、そうです、はい、全国のね各、うん、書店で発売中ですので、販売中ですので、はい、ぜひこちらねよろしくお願いいたします。どんな地獄なんでしょうね、まあ、ちょっとチラチラと見たら結構な感じでしたよ、うん、もうなんかパワハラセクハラみたいな、なんか、ね、そういう地獄ね、生命保険のね、そうなんですよ、女性の皆さんみんな大変ですからね、地獄があるんですね、うん、まあでも今ねこうやってね元気になって歌も歌ってね、うん、本当に良かったですね、うん、はい、良かったですね、でもすごく楽しそうに歌ってます、言い方が良くなる、いやでもすごく本当楽しそうだからね、はい、うん、やっぱ歌われることでこう地獄から解放されてると思う、うん、何ですか、聖法レディで地獄見ちゃったわけだもんね、そうですね、地獄見たけど今ね、一緒かもしれません、一件取れ一枚売れみたいな、あ、そうかそうか、一緒かもしれませんね、ありがとうございます、はい、もうフォローありがとうございますということでですね、本日のゲスト大見和也さん、はい、はい、歌はですね愛は永遠にですよね、うん、はい、うん、そろそろ流したいと思います、はい、ということで、大見和也さんが今一番頑張ってる曲ですね、愛は永遠に、どうぞ、あなたが見たからここまで惚れた、この手で抱き寄せ口づけすれば吐きぬらぬ瞳が直りと祝福にしりべてにし、にしりべてき、永遠の愛を誓おう、にしりべてにし、にしりからもずっと、苦しい心を救ってくれた、互いを信じて結んだ絆、明日を夢見てまた暮らしていける、一緒に出てき、永遠の愛を再び、一緒に出てき、感謝しているよ、にしりべてにし、にしりべてにし、
これからもずっと、これからもずっと。はい、本日のゲストの大見和也さんの、曲で愛は永遠にでした。落合さん、この曲聞いて、うん、なんかあれ感想ありますか？そうですね、ボンジュロアブロネセロネ、オイエ、オイエ、多国籍、まあでもドイツ語ですもんね。はい、そうなんですよ。今私はどこだろうね。アブロボネセボネ、もうサミ語ですね。まあサミ、サンビです。ね、でも素敵ですよね。なんかこう、他の国の言葉が入って、うん、歌ってそうそうないじゃないですか。まあそうですよね、うん、だいたい英語とかですね。そうそうそう、だからなんかそれがまた新鮮さがあってなんかいいですね、うん、そうですね、おしゃれな雰囲気ですね。 ありがとうございます。ね、ミュージックビデオもなんかすごくダンディーな、うん、ね、ダンディー、喋ると面白おじさんだけど、面白おじさん、そうですか。ミュージックビデオとダンディーな、もうおじさんになりますとね、もうそれによってねまたその時間帯によってもねまた違ってくるんですよ。はい、もう上がったり下がったりありがとうございます。あの本当にドイツに行かれたんですか、あれは。ええ、よく言われるんですよ。そういう例えばはいって言うんです。はいって素敵ですねって、そうなんですよって。いいですよね、ドイツまで行って。でも職人ですかったらはい全然ダメですって。はい。まあでもね、ドイツ語ちょっとなんか覚えてたらかっこいいですよね。また そ, うですよ、ね、そのそれ以外にイッヒリベディップ。ドイツ語って難しいですね、そう考えると。難しい、そうですね、分かんないですよね、なかなかね。なんかヨーロッパの言語でも結構ね特殊な発音なんですよね、このドイツ語っていうのは。そうですよね、すごいですね、勉強家ですね。あ、そうです、はい。ちょっとね、違うんですよね、どんどん。フランス語ともまたね、この単語、英単語っていうんですか、あのローマ字の綴りちょっとね違うんですよね、なんか難しい、うん、それは今日のために一応勉強してきたんですか。いや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 、そんなことないですよ。元々ですよ。なんかたぶたぶです、元々なんです、元々の頭脳ですよ。はい、ということですね、続きましては、うん、はい、ゲストの朝風ココアさん、はい、曲がですね愛のダダ漏れなんですけども、うん、こちらの曲ね、すごい、はい、よろしくお願いします。モレモレな、はい、モレモレな曲で、モレモレ、はい、温かい目でご覧いただけると嬉しいなと思います。、ね、先ほどの一時間の、そうですね、まさみの気ままなメロディーの方でも放送しましたけども、はい、もうね、あの流れてる最中に大見さんが、うん、はぁ漏れちゃってましたね、もう。おじさんも漏れちゃって、ね、あの男のため息を漏らしてました、ね、すごい、もうそんなでも楽しみですね、そうです、また漏れちゃうかもしれないですけど、おじさん、今度あの LINE で送ってくださいね。何を送るんでしょうか。いや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 、ね、いや、あのね、プロモーションビデオいいじゃないですか。ありがとうございます。ね、一応 YouTube で YouTube で見てください。 YouTube で見ますか。 LINE でね、そこでなんとなく LINE 公開したかったんでしょう。あ、わかりますよ、おじさん、なかなかやりますね。そうなんですよ。まあ、じゃあドイツ語でそれ言ってください。ドイツ語でね、ドイツ語でやんないとね。ドイツ語でね、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、ゲスト朝風ココアさんの今一番頑張ってる曲です、愛のダダ漏れ、どうぞ。Thank you.
だ漏れ愛愛ただ漏れあったばかりのあなたにハートマークがただ漏れあったばかりの私にハートマークがただ漏れ愛のダダ漏れでした。いやもうね大見さんがもう真剣な顔をして半目で見てました ね、 そうですか。立ち上がってなんかいろんな角度から見てましたもっといじっていやもうね大見さんあのね、うん、立ってこうやって見ても見えないんですよ、うん、見えないよそう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 見えそうで見えないよね。いや見えたなと思ってひょっとしたら、ね、面白い、ね、ありがとうございます。こちらのあのミュージックビデオはね、ご自身で作られたということで、そうです。あの携帯で撮って、うん、ちょっと離れたところのショットは、はい、あの撮っていただいて、うん、であとは全部自分で編集とかして、うん、YouTube に流しておりますので何回もご覧ください。何回もご覧いただいて、ね、そうですか。じゃあもう一人で視聴回数ね。どのくらい稼ぎましょうか。ありがとうございます。おちさんは何か ご感想ありますか。ラーメンが美味しそうだったなと。そうですね。確かにラーメン美味しそうでしたね。はい、辛いラーメンで。辛い、うん、あれってもしかして宮崎の辛麺ですか。あ、なんで知ってるの。すごい。そうなんです。はい。ここが大変。美味しいです。あ、そういうのあるんですか。はい、あるんですよね。宮崎の有名な B 級グルメですよね。はい。辛麺って。じゃあ、うん、それなんですか。普通のスーパーなんかで売ってるんですか。いや、あの食べに行って。うん、50からまであるんか30からあ、何スーパー選べるんですか、はい、あの宮崎に行かないとないってこと。いやいや、あの結構九州はどこでもありまして、はい、東京にもあるんですよ。あ、そうなんですか。あるんですよ辛麺、僕近まで行ったことないんですけど、辛麺って辛ってこういう字書くやつ。そうです、はい、あ、こういう字ってみんなそうですって、うん、分かったのかな。辛い麺ですね。辛麺って言って、あの麺が、はい、ラーメンの麺とか、うん、蕎麦とかなんかうどんとか
ご飯もできるし、ね、ラーメンだけじゃなくて、うどんそばもあるの？中に入れるのが選べて、あそれで、例えば辛さが50もあるの？多分あるんですよ。50とかね。どこどこ？30かな。はい、水道橋に確かあったと思うんです。水道橋。今度は連れてって。夏にぴったりです。辛くて。本当に。お店は辛いの平気なんですか？平気ですよ。あのね。あのね、ちょっといいですか？はい、喋っていいですか、うん、歌い手さんはね、うん、やっぱり辛いのね、はい、食べてたらいいんですって。なんでか言うとね、なんでか言うと、例えば私らみたいにあると年齢いっちゃうと、ね、やっぱりその喉が良くなるんですって、そうすると例えばこう咳込んだりとか、ね、そうすると例えば辛いのを常に食べてると、喉にやっぱりその鍛えられるんですって、だからそういった意味でね、だから辛いのは歌い手さんは特に食べてるといいっていう、ね、やっぱいいってことです。なんか髪の毛も生えるみたいなこと書いてある。そう。髪の毛に。オムさんはこれ DJ ですか。もう自分は DJ です。あれあれ。どうやって作るの。あとでもらえます。あとで。はい、すいません、はい、ということでね、まあ、はい、ちょっと辛いも食べ物の話になっちゃいましたけども、はい、次の曲はですね、この番組の。パーソナリティですね。目玉くんのさすが、こちら曲になります。伊勢の旅ガラス、お聴きください。どうぞ。
翔吾さんで伊勢の旅ガラスでしたね。今日ね、残念ながら愛知にいるって、あれあれ目玉くんいるじゃないですかいつ帰ってきたんですか。しかもなんか今日は女装して女装して帰ってきましたね、目玉くんはい、何も言わない何も言わないお引け出すってねはい、ありがとうございます、沖田さん、本当に目玉ちゃん、目玉ちゃん、ありがとうございます、はい、でも知らない人はね、うん、やっぱり沖田さんのキャラって、うん、ね、今日初めて見た方はそう思うんじゃないですかね。確かに面白い人になっちゃいましたね。いやいや、面白くないのつまんない人間なんだ私は無口だし無口だし面白くない、ごめんなさいね、はい、面白かった、本当にあの本間翔吾さん、あの目玉くん目玉くんって言われてるぐらいやっぱ目がねすごく大きくて、ね、本当にすごい羨ましいですよね。でも本人は目が、あの目がね視力が悪いそうなんです、うん、あ逆に、うん、よく言われるみたいなんですよね、あの両目であの視力5ぐらいあるんじゃないのとか、なんかそういうこと言われたりするらしいんですけど、実際はめちゃめちゃ目が悪いんですよ、はい、悪いってことごめんなさい、あの金眼ってことですか。金眼ですよね。金眼です、ね、金眼、金眼って聞こえた、気になる金眼ですか。金眼じゃないですかね、メガネしてるんで普段は。あ、そうですか、ね、なるほど ね、うん、そんな感じの、はい、目玉くんでした、うん、来週はね、来週は目玉ちゃんいないで目がいるから、ちゃんと目玉くんが目玉くんがね、うん、はい、来てくださいます、来てくださいますというか来てくんないと困りますはい、ということで次の曲はですね、はい、あの木内郁恵さん、はい、あの木内先生、木内先生って僕とかね、うん、呼んでますけど、郁恵ちゃんとかね、はい、あのカラオケの講師やってます、そんな木内郁恵さんの曲で、はい、母ちゃんの晩歌お聴きください。
暮らしで教わった生きる辛さを幸せを月に一度木内郁恵さんで母ちゃんの晩歌でした、ね、木内先生本当にお世話になってて先日もね、うん、あのお食事もごちそうになったりとか本当にそうなんですよ。いいじゃないですか。何ごちそうになったんですか。お好み焼きをいただきましたね。もんじゃ焼きと、はい、私の一番好きな食べ物だ。あ、そうなんですか。もんじゃ焼き、うん、あの僕はもんじゃ焼きって初めて食べました。え、本当に、うん、食べ方も知らない、うん、初めて、初めてのそういうやっぱりね、うん、やっぱり令和生まれはすごいね。一応令和、そうですね。令和だけにね。令和だけに。令和だけに令和。そうかそうか。令和だけに令和。あ、いいねいいねいいね。そうなんですよ。時代が追いついてきてでもどうせなら令和じゃなくて令和にしてくれればいいね。令和1年、令和1年今度はこれからちょっとねいじってな使えるんじゃない。うん、結構 ね、あのやってるんですけど。あ、やってるの。結構滑るんですよねみんななんかはって言われる。はった、そう最近言わなくなっちゃったんですよね。そうかそうか、そうなんですよ。うん、なるほど ね、あの郁恵ちゃんも、あの郁恵ちゃんというか木内先生もあのあのカラオケの、ね、先生やられてますので、ご興味ある方はちょっと一旦イベントハウスメロディーさんの方にね、はい、ちょっとご連絡いただければ、はい、あの生徒募集中かも分かんないですけど適当に言っちゃったけど、ね、適当に言っちゃったけど、ね、まあ、一旦話をね、はい、してみるのもいいかもしれないですねはい、ということでそんな木内先生の歌でした、はい、続きましては、うん、船越豊子さんで、はい、水中歌お聴きください。どうぞ。
はい、船越豊子さんで水中歌でした。はい、ということでですね、続きましては CM に入らせていただきたいと思います。CM はイベントハウスメロディ安田建設伊豆の総裁です。ぜひご覧ください。安田建設が選ばれる理由。安田建設は設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工。鉄鋼製作工場は国土交通省の R グレー工場に認定。安田建設は職人集団、技術にこだわる職人気質。社長をはじめ店員が職人として技術と誇りを持っています。安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします。安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット、質を落とさずお客様の利益に貢献します。早い安いうまいですか、まあ、それが基本として、まあ、安田に頼んで、まあ、よかったと。保育園、まあ、老人ホーム、まあ、病院、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、霊園をやって墓石なんかもやってます、まあまあ、よく俗に言うゆりかごから墓場へ。たくさんの人たちに愛される町づくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。
建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀葬送のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけます。エンバーミング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。はい、 CM ご覧いただきました。ありがとうございます。ね、そろそろ番組終了いたしますけども、うん、改めましてですね、本日のゲスト、あれ、目玉ちゃんことですね、沖田まさみさん、はい、ね、うん、そして大見和也さん、そして朝風ココアさんでお送りいたしました。はい、はい、このお三方にちょっとあの、うん、今後の告知についてちょっと聞きたいなと思います。はい、沖田まさみさんどうぞ。ですね、7月30日ね、大見和也さんの番組に BS12 チャンネルの方出させていただきます。朝4時30分でございます。 BS12 チャンネルぜひご覧ください。そして8月の23日に、徳間ジャパン歌謡フェスティバルというのがございます。こちらの方に出演させていただきます。ただ残念ながらこちらチケットの方がですね、完売になってしまいました。ぜひご来場くださる皆さんは、お気をつけてご来場いただきたいと思います。よろしくお願いします。そして7月30日、イベントハウスメロディーさんにおきまして、磯川由紀ちゃんとですね、仲良しライブパート2でございます。2回目でございます。開催させていただきます。7月30日でございます。ぜひぜひこちらもですね、皆さん応援に来てください。あ、レア君が司会って歌って書いてある、はい、そうなんだ今知ったあ、本当ですかということでね、磯川由紀ちゃんと沖田まさみとレア君も出ますんで、はい、ぜひぜひ来てください。こちらあのチケットなどは、イベントハウスメロディーさんの方にお問い合わせいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、続きましては大見和也さん、告知の方お願いいたします。はい、ありがとうございます。まだ一番近いのからいきますね。はい、まだ7月の23日、うん、はい、カラオケメロディーでね、うん、ご一緒するのがね、こっち、はい、ね、私はね、ね、あ、いいないの、いや、本当来て、遊びに来て私はね、ご一緒しますんでね、その時はね、あと岡田忍さんもね、ご一緒しますんで、はい、皆様よろしくお願いいたしますね。で、7月が終わりました。はい、今度8月はですね、16日のお盆なんですけども、はい、横浜のミントホールでですね、うん、もう横浜駅から3分ぐらいのとこなんですけども、はい、そちらでテレビの公開収録ございます。はい、横浜のミントホールってとこですね。うん、それでですね、あとは9月に入りましてですね、3つぐらいあるんですけども、はい、まあそれはね、私以外にもその他大勢出たりしますんで、それはちょっと置いときましてですね、はい、でまずはですね、10月がですね、1日の日に埼玉の岩槻市民会館で大川栄作さんなんだとのお仕事一緒にさせていただきます。岩槻市民会館ですね。うん、はい、それで10月15日がですね、柏の、迎賓館の、ちょうどですね、元の、玉姫殿という結婚式場ですけども、うんうん、そちらの方では岡千秋先生、あと斉藤ギターの斉藤勲先生などと一緒にですね、あ、はい、出ないショーもやることになっております。うんうん、よろしくお願いします。それであとその後がですね、12月1日に我孫子の欅ホールでね、はい、うん、はい、またこちらの方も、テレビの公開収録、はい、あなたに届ける音楽祭というタイトルでね、はい、はい、まだあのそちらの方はですね、まだ歌い手さんは全員まだ決まっていませんので、はい、今決まってますのは、岡田忍さん、うん、カラフルパレット、大見和也です。はい、はい、あの他の歌い手さんも今後ですね、8月いっぱいまで一応の締め切りをさせていただきまして、で写真などもね、決まりましたら載せていただきたいと思いますので、はい、皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、そして朝風ココアさんお願いいたします。はい、7月22、23、24と、はい、岡田忍さんの前で一緒に、はい、歌わさせていただきます。イベントハウスメロディーさんにて、うん、
出させていただきますのと、7月23日浅草の木馬亭にて12時ごろ、出演させていただきます。で、私も FM 花というラジオ番組、金曜日の夜10時から放送させていただいておりまして、レイヤ君も何度か、はい、ご紹介させていただきました。皆さんもぜひ出ていただきたいなと思っておりますので、ぜひお聞きください。で、 YouTube の方も合わせてよろしくお願いいたします。はい、その他ですね、詳細等はですね、それぞれ の、 SNS とかホームページ、ね、そちらの方をご覧ください。はい、よろしくお願いいたします。レイヤ君のスケジュールは、はい、僕はですね、うん、まあ、7月23日の岡田忍さんとの、はい、ライブと、8月5日が僕の地元東御市、うん、長野県東御市の雷電祭り、4年ぶりにね復活しまして、うん、そちらのお祭りのゲストに出演させていただくことになりました。はい、はい、アクセスはですね、東京から来る場合は新幹線、北陸新幹線かな、長野新幹線の上田駅を下車して乗り換えてですね、信濃鉄道という電車に乗り換えていただくと、田中駅というの、田中というのがあります、うん、田中と書いて田中って言うんですけどね、発音が、はい、そちらの商店街で、駅前の商店街で雷電祭り、ステージありますので、そちら観覧無料ですのでね、そちらもお願いいたします。あ、今月ありました、7月26日、うん、7月26日の5時からですね、はい、御徒町の駅前のパンダ祭り今やってます、うんうん、下町パンダ祭りっていうのやってまして、そこで5時から出演させていただくことになりましたので、そちらも観覧無料です。飲みながらね、食べながら見れるステージになってますので、ぜひよろしくお願いいたします。あともう一ついいですか。いいですよ。はい、あともう一つですね、10月1日、六本木のバードランドですね、うん、令和ロマンコンサートということで、僕の師匠半蔵さんと、そして10年来のですね親友でもあって、今はね良きライバルでもあります、岡本浩太さん、そして、すごい社長ってね CM で有名の、星名ゆりさん、そして僕の兄弟子になります桜井隼人さん、この5人で令和ロマンコンサートやります。昼の部夜の部あります。特にね夜の部大募集中でございます。12,000円で、6時会場、7時からライブとなってます。食事ついてます。ぜひよろしくお願いいたします。お問い合わせはオフィス半蔵東京03-6276-0836までよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、はい、はい、来週もこの時間2時から、ショーゴとレイヤとメロディーの歌仲間放送しますので、はい、ぜひねその時はぜひありがとうございます、目玉くんになっていただいて、はい、はい、来週のゲストはですね、定築レコードの先輩、本当にね僕のことを大変可愛がっていただいて本当にありがたいなと日々ね思っております、岡田忍さん、そして来週も引き続き朝風ココアさんにゲストで出演させていただきますので、ぜひぜひ2時からはショーゴとレイヤとメロディーの歌仲間よろしくお願いいたします。そして1時からは、はい、私まさみの気ままなメロディー見てくださいね。はい、また僕もゲストで永遠ゲストだからね、永遠のゲストいやー本当ね、記念すべき今日は第1回目でしたもんね、うん、気ままなメロディーさんのね、うんうんうん、はい、良かったです、楽しかったです。でもね本当ね、うん、第1回目という貴重なね、うん、もう番組にも出させていただきまして、本当にもうそちらの社長がいらっしゃいますので、ね、もう感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか指だけ出ました今、なんかすっごい短いもの出たよもうちょっともうちょっともうちょっと、はい、ね、本当短くなかった？雷電ためもんみたいなね僕の感じのマスターですけど知らない方はググってください。もうね、いつも前頭三代目さんで。三枚目。あ、三枚目三代目。三代目。前頭三代目。前代目の歌を披露してくださってますしね。はい。楽しいお店です、イベントハウスメロディー、はい、ね、1600円で月水金はやってます、その他イベントはですね土日祝日基本的に、やってますので、お問い合わせは0477117691イベントハウスメロディーまでよろしくお願いいたします。お願いします。では、今週も
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、来週も見てください。ありがとうございました。